ねえ。なあ。はあ。何？はあ。やだね。いや。ああ。え？あの。え？それでは。なんだ？よかった。弱そうな敵だ。
の。はあ、なええ、なありがとう。いえ、そうですね。なあ、あの、え、え、そうか。なあ、ありがとうございます。ええ、俺ももっと頑張らないと。悟空の家だ。
んじゃ。あんで、誰か来たと思ったらクリリンさんけ。ほら、てっきりご飯ちゃんかと思っただよ。トランクス、この人は悟空の奥さんの父さんだ。あんで、おめえは誰だ。どうも。はじめまして。クリリン、無事だったか。よかった。ヤムチャさん、悟空はあれから大丈夫だ。薬を飲んで今。お前は未来から来た。そうか。いえ。詳しいことは後で話すけど。どういうことだ。新手のもっと恐ろしい。そりゃ大変だ。よし、大体。あとはご飯が戻ってくれば。帰ってきただ。あれ？話すから、とにかく聞こう。ところでさ、孫悟空が前にも言ったろ。それをじっくり探すにしてもさ、ちょっと無計画すぎだよね。16号、東の439地区の山村に。なんだ、知って。物知りだな。そうだ、飛んでいけばほんの数だよね。あんたいいこと言うよ。それをそう愚痴るなよ。17号、もうすぐ無天老師様の島に着く。なあクリリン。はい。一応ブルマにも状況を伝えておいた方がいいんじゃないか。そうっすね。でも俺が連絡するんすか。やだな。お前のおっかさんきついんだよな、言うことが。未来でも変わってませんよ。あ、ブルマさん、クリリンっすけど。クリリン、何を無事だったわけ。そこに未来の私の息子のトランクスいない。え、あ、はい、ちょうどいますが。どうかしたんですか。それがさ、何日か前に西の方の田舎の人からうちの会社に問い合わせがあったらしいのよ。山に不思議な乗り物が捨ててあったみたいで、ボディにはカプセルコーポレーションって書いてあるって。それで写真撮って送ってもらったんだけど、うちがこれまで作ったどの商品にも当てはまらなくてさ。それでもしかしたらトランクスが何か知ってるんじゃないかって思ってね。コケとかついててえらく古い乗り物なんだけど、写真をファックスで送るからちょっと見てくれない。これは、間違いない。これは俺の乗ってきたタイムマシンそのものだ。でも俺が乗ってきたタイムマシンはカプセルに戻して自分で持ってますよ。やっぱりこれタイムマシンなんだ。でも一体どういうことかしら。そのタイムマシンがある場所は分かりますか。詳しくは分からないけど、西の1054
50地区のどこかだと思うわ。行くの？はい、この目で見てみたいんです。じゃあ私も行くわ。現地で会いましょう。僕も一緒に探しますよ。行っていいですか？もちろん。どうもありがとうございます。ご飯ちゃん大丈夫ですよ。お母さん、危険なところへ行くわけじゃありませんから。この町を人造人間たちに破壊させはしない。まだ全く破壊されてない。不思議な気分だ。この辺りのはずです。探しましょう。あれですね、トランクさん。本当にタイムマシンだ。ありがとうございます。火が湧き上がってくる。体に力が満ちてくる。